トヨタ自動車を世界有数の自動車メーカーに成長させた名誉会長のトヨタ、章一郎氏が14日夕方、心不全のため亡くなりました。97歳でした。トヨタ章一郎氏は、トヨタ自動車の創業者、豊田喜一郎氏の長男で、昭和27年に会社に入り、昭和56年に当時のトヨタ自動車販売の社長に就任しました。翌年には、戦後、 経営危機器により分離されていた製造部門と販売部門のいわゆる後半合併を実現しました。その後は合併により誕生したトヨタ自動車の社長として、トヨタ単独では初めてとなるアメリカのケンタッキー州に工場建設を決めたほか、カナダやイギリスなどでも現地生産を進め、世界有数の自動車メーカーへと発展させました。 平成4年にトヨタの会長に就任して以降は在会活動にも力を注ぎ、平成6年から4年間、経団連の会長を務めました。また、平成17年に愛知県で開かれた愛・地球博の運営にあたる博覧会協会の会長を務めました。平成11年にはトヨタの名誉会長に就任し、経営の一線から退きましたが、 平成21年にトヨタの社長に就任した長男の秋吉を支えました。